20歳の時から、はい、自作 PC とか組んでたんで、はい、最後の最後に気になったな。どうも山田久志です。さあレビューでプレビュー、4月の配信開始から早くも半年が経ちました。まあ半年経ってもね、まあこのリモートっていうことに関してはちょっと変わりはないんですけれども、まあまあでもこの番組のね内容自体はまあリモートだからこそできるような番組になったんじゃないかと、まあそう自負しておりますんで、本日もよろしくお願いいたします。さあ早速今月のゲスト呼んでみましょう。こちらの方です。どうもスパイアドラムの健太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先月のゲスト、はい、ナイトメアの棺さんからのご紹介ということで。あ、そうですね。そうなんですよ、はい、こうやって健太さんとこんなねガジェットについて話すなんてこと今までなかったからそうですね。どのくらい前からとかってあるんですか、健太さん。もともと結構好きでガジェットとかっていうのは、なんかね僕らイメージだと、はい、なんかギターとかキーボードの方だったらありえるなと思ったけど、はいはい、ドラマーじゃないですか。ドラムって割とガジェット使い多いですよ、はい、ボーカリスト、ギタリスト、ベーシストとか、はいはいはい、あの辺はやっぱステージだとフロントにいるんで、はい、その何かをいじるっていうことができないじゃないですか、楽器の演奏とかを。逆にこう後ろにいるドラマーっていうのは座ってる定位置で、うん、要はミキサーをいじったりだとか、はい、あのパソコンいじってたりとか、そういうことやってる人やってたりするんですか。はあ、はい、結構多いですよ。だからガジェット好きな人ドラマー多分多いです。結構僕今36なんですけど、20歳の時から、はい、自作 PC とか組んでたんで、はい、そう結構ガジェット好き、その頃から多分あれグッてハマってる感じですね。ちょっと待ってください。ってことはですよ、はい、これもしかして、まあ、この番組でもある IO データという会社名、はい、めちゃくちゃ使わせてもらってますよ。出た、メインのバックアップ、パソコンの、はいはいはい、バックアップのハードディスク関係は、うんうん、IO データさんいろいろそのそうそうそう、ね、早かったからね。もしかしたら澤田さんが入社する前から使ってますよこれ。すごい前から使ってんじゃないですか。ほら、棺さんから話もらった時に、うんうん、ワンちゃん IO データさんなんかくれねえかなってちょっと下心ありましたもん。すごい夢が叶う場合があります。改めてレビューでプレビュー、これルールをご紹介いたします。まあ、ただ評価もねあのするっていうんじゃ別にレビューアーさん何の得もないので、はい、あの投稿者の方にせめてものお礼として松だった場合はポータブル SSD の 1TB をプレゼントします。すごっ。竹だった場合、Wi-Fi 6対応無線 LAN ルーターをプレゼントします。梅だった場合、はい、スマホ用カラオケマイクをプレゼントします。SSD、すごい1テラとか欲しいですね。欲しいですね。何だったっていつもね、これね、はい。チャンネル名、タローガジェット。で動画の内容は、つながりにくいを解決。Wi-Fi 中継機レビューっていうことなんですけど、うん、さあ、健太さん。Wi-Fi 中継機って言われて、もうわかりますか？イメージとしてはスマホのなんか電波つながりにくい人とかが家で使ってたりする。お風呂だけが悪いです僕の部屋。そう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 。僕もそれ今言おうと思ったんですよ。そういう時ありますよね。ありますね。ありますで、このためだけにもう一回そのね、はい、なんか乱王っていうわけにもいかないし、うん、めんどくさいですから ね、 ね。でもちょっと風呂場で iPad ぐらい見てよなみたいな、そうそうそうとかあったりするもんね。そうなんですよね。そのためなんですよ。じゃあちょっと見てみましょうか。はいはい、どうも太郎です。今日なんですけれども、以前ですね、僕がおすすめする Wi-Fi っていうのでソフトバンクエアを紹介させていただいたんですが、まあ、ちょっとねこういろいろ反応いただきまして、ソフトバンクエアクソですよとか全然繋がらないですとかいう声もあれば、田舎なんですけどまあ、すごく満足してますと使えますとか、都会ですけどちゃんと使えますとかっていう声もあったり、まあ、そのあたりはね本当に地域によるのかなと思いますが、ソフトバンクエアじゃなくてもそもそもね Wi-Fi を家に引いていて、でもこの Wi-Fi めっちゃ弱いなみたいなことを思ってる方に、早いですね。いやごめんなさい、すっごい気になってしょうがなかったんですけど、映像のセンターだけもうちょい合わせてほしいなってすっごい気になっちゃって、そう人物入ってんだけど全体左に寄ってんな、うん、みたいな。確かにねこれね、なんだろうこれ、なんだろう、すっごい気持ち悪くて今この右がこれから使われるのかな、何が使われるのかな。ただこの方多分おそらく結構上げてる人なんでしょうね、はい、そうですよね、めっちゃ喋りがうまい、ね、内容すごいいいんですけどね。そうそうそう、
でももうなんかもういろんなせいになんかファンっていうかそのねついてくださってる人もいてっていう前提で喋ってますね、はい、もうこれ、ね、そうですね。でもすごい喋り方も上手で聞き取りやすいですね。そうそうそう、めちゃくちゃそこの余裕さなんかちゃんとありますよね。はい、解決策として、まあ、これがね必ずしも解決されるってわけじゃないんですけど、まあ、一つね結構おすすめの解決策があります。でそれがねこちらです。Wi-Fi 中継機というものですね。例えば、リビングと寝室が分かれてるとかっていう方がリビングの端の方に Wi-Fi ルーターを置いて寝室で Wi-Fi に接続して YouTube を見るみたいになった時に、まあ、やたら Wi-Fi が弱い時があるんですよね。家庭用 Wi-Fi とかだと、まあ、電波の強いところ弱いところがあって、まあ、大体は距離に応じて弱くなるんですよ。たまに本当しょうもない遮蔽物、なんか金属とかの遮蔽物とかがあると、まあ、電波が急激に弱くなるとかそういうのもあるらしいんですけど、まあ、それをこの中継機っていうのを挿すことによってどんどんはい、ちょっと待った。中継機が見えてないんすよね。 こっちになんか使いたかったからスペース左にはしてたんだね、多分。そうですね、多分そうですね、はい、そこは分かったんだよ。あ、なるほどと、はい、なんだけど、はいはい、その画角がさでかすぎるもんだからさこの中継機をって言ってるところがそうなんですよ、かぶっちゃってんすよね。いやすごいちっちゃくてすげえって思ったんですけど、うん、だとしたらこの左手じゃなくて右手で持っててほしかった。そうですね、はい、あの最初の感じすごい良かったですもんね、見せてもらった時。わ、ね、かる。いいなこの人、好きになってきたな。いいっすね。多分あのご自身での編集だと思うんで、うん、自分の編集だとするならばなおさらここ変えれたはずだもんね、このそうですね。見せるところもうちょっとっ取り直しゃいいんか、ちょっとこっちちっちゃくすればいいじゃん。サイズびっくりしました。もうこれ白いコンセントみたいなものが1個ってだけだから、まあ、リビングのとこに Wi-Fi ルーターがあったとして寝室まで行くまでの途中に廊下ぐらいはあるじゃない。その廊下のコンセントとかにこれを差しておいたり、まあね、そういうイメージかな、はいはいはい、そうすると中継になるから、ね、廊下のコンセントとか結構空いてますしね。ね、で空いてるし、あそこにでもなんかガチャッと物は置きたくないじゃない。そうですね、これだったらね、はい、なんかよくあの、ね、停電の時の非常灯ぐらいのイメージしかないから、確かにそんなに嫌じゃないと思うんですよ。遠ざかると弱くなっちゃう電波をこうやってキャッチして、そこからさらにねもう一回こう Wi-Fi を出してくれて、まあ寝室まで届くみたいな、うん、Wi-Fi ルーターって家の中で置ける場所って結構限られてますよね。ちょっと僕の家だけか分かんないですけど、まあ元々のルーターがちゃんとした光回線のルーターだったので、こう有線で接続しないといけないものだったんですよ。でそれだとね置ける場所がかなり限られていて、その時になんかこう寝室電波弱いなとかって思ってて、でまあいろいろ探した結果この中継機っていうのが良さそうだと思って買ったんですよ。で、これね接続めっちゃ簡単なんですよ。ちょっとね今から接続するので見ててください。はい、こんな感じで、もうただね、このコンセントに挿すだけ。まあ、厳密には、ここのボタンね、WPS っていうボタンをコンセントに挿した後に押して、で、ルーターの方もね、そちら押すっていう作業があるんですけれども、まあ、本当にそれだけで Wi-Fi 繋がります。こう、拡張される Wi-Fi の電波ですかね。電波も、元々の Wi-Fi のものなので、リビングでね、スマホとかを Wi-Fi 接続したら、まあ、そのまま、寝室に行けば、まあ、Wi-Fi のパスワードの再設定とかも必要ないので、まあ、かなりね便利というかいいと思います。で、意外とこの距離によるね、回線スピードが遅くなる、回線が弱くなるってことがあるので、まあ、これを買う前に一度自宅に置いている Wi-Fi ルーターの近くでスマホを扱ってみて、あ、ここだったら早いなと、でも寝室に行ったら遅いな、遅くなってるなっていうのをちょっと一回確認してもらって、その差があるようだったらこちらのね中継機で家の中の Wi-Fi 環境を改善できる可能性っていうのはかなり高いと思います。こちらはね価格が3200円ぐらいでした。3200何十円とかだったと思います。概要欄の方にこちらの商品のリンク貼っておくので、家のね、Wi-Fi 環境ちょっと悪いなっていう方はこちらのね中継機買ってみてください。はい、というわけで今回は家の中のね Wi-Fi 環境をちょっと改善する Wi-Fi 中継機についてお話ししました。サイズもね、なんでしょう、ケンさん。
いやもうごめんなさい、最後の最後に気になったな、はい、後ろに置いてある袋と物なんすかこのまま行くといじらずに終わりますよね。そうっすね。いや俺最初これが中継機かなって思ってた。そうそう、俺もこの中からなんか出してくんのかなとか。そう、これなんすかね。これちょっと佐藤さん、これわかります、はい、ちょっと我々の商品ではない。それかこの通貨なんかに出る動画のものなんじゃないの、はいはい、これ。なるほど。シリーズ的にやってたとしてさ。はい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 。そんな気もするんだよね。いやでもすげえ安くてびっくりした。そう、なんかああいうのも出してくれるのいいよね。アマゾンで買うと今このぐらいだよとかって出してくれるのもさ、すごい良心的だし。はい、すごいっすね。ねえ。いやー。いやすごい。いや最後までめっちゃ見やすいっすね。何回も何回もこの指でこういう風にしてやってくれたから、はい、すごく小さくて軽いっていうのだけは伝わりましたね。なんかね、そうですね、めっちゃちっちゃかった、はい、もう途中なんかこう持ち方なんかちょっとわかります。キムタクのマックのマックの持ち方、はい、やってましたね。それぐらいなんかどうですかみたいな、はい、いいっすね、ああいうのね、いいっすね。すごい、これ商品のね、あの要素も分かってくれたと思うんですけど、うん、ちょっと聞いてみましょう。アイオデータ佐々さん、いやすごいわかりやすく説明してないね、ありがたいなと思います、うん、もうちょっとここも言ってほしかったとか、そういうのは特にあえて言うんであれば、うんうんうん、まあ、この WPS ボタンを押すとすぐにつながりますよって言ってくれてたんですけど、はい、実はあの、うん、Wi-Fi ルーターってよく SSID っていう、皆さん最初につなげるときには名前を探す、はいはいはい、あれをこの WPS ボタンを押すと、うん、この親機と同じに勝手に変わってくれるんです、うん、で皆さんその SSID とかそんなの何も気にせずに、あえてスマホの設定をする必要もなくすぐ使えますよっていう。あ、そうか、それも大事だね。なんか一個買っちゃうとまた新たに登録したりしてやらなきゃいけないと思いがちだけど、それもやってくれるから、それも全部なくても使えますよっていう。うん、すごい。ってことはあれですかね、ケントさんも欲しくなってきちゃいました、この商品。そうですね、結構欲しくはなりましたね。僕のお風呂場も電波良くなるんじゃないかって今ちょっと思ってるんで、ね、はい、ちょっとこのぐらいの値段だったら試してみたいってありますよね。いやそうなんですよね、すごい安くて、ね、3000円台でいけるんだったら、ね、はい、ちょっとね、うん、太郎ガジェットさんありがとうございます。判定は竹です。おめでとうございます。これだけ中継機のことを伝えてくれた人ですから、はい、はい、本体をやっぱり最新の本体をプレゼントして、はい、またさらにこの電波状況とかもチェックしてもらって、はい、またそのレビュー動画見たいなと。これ今だって澤田さん今一番爆速でしょこれ。ルーターがそうですね、 Wi-Fi6 対応のルーターが、ね、うん、一番今早い機器となっています。もう人気商品にもなってるんですよね。そうですね、うん、皆さんに喜んで使っていただいてますね。8月11日にベストアルバム出したんですけど、うん、はい、そのツアーっていうのが9月23日からございまして、12月26日まで、13都市14公演ありますので、ぜひツアーよければ遊びに来てください。そう、この番組ではね、視聴者からのこのレビュー動画も大募集でございます。2020年以降にアイオデータ製品のレビュー動画を YouTube にアップしたことのある方は、ぜひアイオデータの特設サイトからご応募ください。我々はこの番組で紹介させていただきます。まあ、このチャンネルの登録数だとか再生数は一切問いませんので、こちらの方も動画は短くても長くても OK です。採用された方にはアイオデータの商品もプレゼントします。どしどしご応募ください。ケンタさん、はい、前編はここまでなんですけど、はいはい、はい、ぜひ後編もお付き合いいただきたいんですが、よろしいですか。はい、よろしくお願いします、はい、で後編の際にはですね、ぜひ、はい、お友達も次紹介してもらいたいなと。あ、はい、わ、はい、かりました。そうなんですよ、はい、ガジェット好き誰かミュージシャン、はい、タロンさんなんかちょっといらっしゃれば、はい、はい、教えていただければと思います。かしこまりました。お願いします。はい、はい。